ディプロドクス上化は、流脚種ための恐竜の上かであり、スーパーサウルスやディプロドクス及びアパトサウルス。大半は長い首と、無知状の長いを持つが、リクラエオサウルス下は短く進化した首を持つことで、知られる、流脚類であり、地面に近い低い植物を接触することへの適応と、推測されている。この適応は、ブラキトラケロパンにおいて、最も顕著である。 ディプロドクス浄化における鼻先の形状と葉の摩耗の研究からディプロドクスとアパトサウルス及びニジェールサウルスとレッパキサウルスは四角形の鼻先と比率の大きい穴並びに順平行の傷を持つことが示唆され地表からの高さに関して非選択的に接触していたことが示唆されている。ディクラエオサウルスとスーワッセア及びトルニエリアの狭い 鼻先とディクラエオサウルスの歯の鋼状の構造と、傷からディクラエオサウルス科は中間の高さを選択的に接触していたことが示されている。30日ごとに新たな歯に生え変わるニジェールサウルスが示すように、ディプロドクス状化は、脊椎動物の中で最も歯の交換率が高いという点で注目に値する。以下の分類は、エマニュエル・チョップと、 オクタビオ・マテウスとロジャー・ベンソンによる2015年の研究に従う。2015年に標本レベルの系統解析と種レベルの系統解析が行われた。以下のクラドグラムに示す。ありがとうございます。